カーブはここだったら全然、うん、並行していけば、うん、ここですれ違いはね嫌だよ、うん、多分お互い嫌だから学校ってやつだし、モルカーぐらいのあれじゃないと思う。ここの焼肉やな、一回ぐらいは行ってみて。予約制なのかなと思うので、うん、まだまだまあいいや。うわー、いるのか。ブレーキちょっと待って、あれよ、さ止まれないの。1,2,3、あそこに車いる。ダメ、行かなくちゃ魂。左だけは見ておこう。うん、優しき優しき民。1,2,3。あなたも魂の民ですか。同じ地元ですか、それとも近いから八王子ですか。髪の毛バッチャリ切って、あ、それ切ろう。これうまいよ。私もそのちっこいのカルピス入れてみた。終わっちゃった。こうやってクイってなんだろう、終わっちゃった。いや、あのちっちゃいのはそうでしょ。用途がよくわからないね、あのサイズだとね。でも私ポプの散歩の時に飲む用でいいかなって。子供通るんじゃないのこれ。気取られすぎて事故。それさ、飲みづらいな。カポって開くやつ。危ね。来たね。なんかわかんないけど来たね。やっべ。絶対やると思う。何かのティッシュ。なんかさっきビトビトにしたの。おてっそうだな。うん、むしろビトビトの方がいいよ。ガリって言ったら回ってきてぶつけられたらとんでもない下手くそが来たとしか思えないよね。うん、ぶつけられた衝撃よりもさ、なんかそっちにびっくりした。マジってなるね。いや、まあぶつけられたこともショックだけど、なんか衝撃でかいよね。右折してきた車、もろさ先頭の車ぶつかってたらびっくりするんだけど、一生乗らない方がいいよっていう、さすがに。あー、かっぱ寿司来て久しぶり。いいとできた。気持ちが気持ちが分かる。行く？そうなんだよ。僕はどうするんですか？お持ち帰りで安くなるんだったらお持ち帰りでもいいんだけどな。安くなるんじゃなかった？だったらそれでも 何千円分になるように計算してさ、お願いすれば。で、結局はいいやってな。うん、もうそんだけ。もうセブン行こうとしてる時点でなんかもう結果見えてるじゃん。やっぱいいよ。絶対セブンでなんか食って終わるじゃん。このセブンに行こうか迷ってるね。高田ちょっときついか。あそこでもセブンでいいよ。まあ別に高田さんがやりやすかったらあそこでもいいし。いや、めんどくさい。あそこでも言いやすい。言いやすいっちゃ安いけど、なんか中にいてなんか買ってくれてるんだったら結構許容範囲だよみたいなところあるし。これね、分かったわ。カルピスがうますぎんのかな。美味しいよね。
最初は君いらないとか言ってたのにさ、めっちゃ買っちゃってる。私よりハマってるよいしょ。ドキッとすんなそれ、細いから。良さは分かったでしょ。カルピスはいいね。あのボトル1本で何十杯も飲めるんだもん。お得に決まってるやんけ。でももういいでしょあれ。うん、もういいよ。今日も買おうかなと思って。いけるよ。どうしたの？来ないよ。あの目の前の車来ないよ。何ピーって。来た。タヌキが一番出た。何も関係ねえじゃん。なんでそれにしたし先生って思ったの？なんでそれにしたし先生って。いやだってタヌキだよ。うん、いやまあ逆なんだらタヌキだけど。受け取り評価待ちなんで。あこれ更新してないだけか。いやそれ相手が受け取る修理をしないと出るよそれ。違う受け取り評価待ちで評価して戻ったから、あの更新されてなくてまだ受け取り評価待ちってやつだから、なんだこれって写真出すんです。こっちのでかいボトルなんて正解なら私ね。これ結構いけるよ。セミ絶対に夏終わると思ってさ、こんな雨の中急いで泣いてるよね。うん、雨の中ってあんまり羽が濡れるからあんまり泣かなくない。ちょっと待って、こんなんでも普通に買うと温泉するんだぞ。温泉ってもそれ、あ、違う、購入投資。あのロング型マウスパッドあればいいよ。あれ1万ぐらいするらしいよ。わかんないね。ただ一番よくわかんないのはバンジーだけど、これ、うん、これが3000円ぐらいする。マウスバンジー、うん、なんかセミじゃないの今の。キーキーって車の音に聞こえなかったけど、スクッとセミ多分。意外に混んでるな。雨降ってるからじゃないの。マジか。ちょっとめんどくせえなっていう気持ちがちょっと僕には芽生えてきてしまったような。うじゃあ来るです。室強し強しさん。勇者よしひこ微妙に面白かったの。あの雑なのがいいよね。何これコスプレとかっつって。コスプレとあのチャッチリアニメはまだ良かったけど、うん、ぬいぐるみが出てきちゃうね。俺ああいうの好きなんだけど、うまい
んだよ、ああいう人のこう笑いを取られるところはさ、あえてああいうコスト下げたところで笑い取られてる。モンスターの方が実写化するには大変ですからね、うん、もう CG 使うしかないもんね。それか顔ペイント塗るとかね、トロールですって。難しいし、ああいう雑なものが好きなんだ。マジで姉ちゃん申し訳ないな。思った以上に混んでるな。休日なんじゃないのクラスに。それが交通らしいですか。まあそうだね。通勤らしいか。昨日の方が空いてた気がする。まあ結局在宅ワークにしろったって無理なことを言ってるから、まあ減るわけないですよ、通勤客で。でも都民じゃなくだけじゃなくて、誰かワープ装置作ってくれよ、テペっていうのができるやつ。あれできたらもう車なくなるよ。やめろよ、それ多分相当当たりだよねと思って吹いちゃったよ。みんなもう言わせとけば、今もうみんなね、普通フラストレーション溜まってんだよ。いや、その人そういうタイプの人だから、なんか見てて面白い、なんかその人のリプ。それ溜まってんだよ。だからね、その人は多分いろんなね、人生経験したからね、面白いんだよ、その人の文章。で、一時期自分ホームレスになったことあったらしいからね。いい、そういうの、うん、でもそういうなんかいろんな経緯持ってる人だからなんかそういう人のって面白くない。うん、ちょっとね、その論破はね、正解すぎて面白かったんだよね。確かになって。コーギーが雨の中でポテコあるからさ、レインコートも
じゃないですか。はい、特に危ないのはあれだけど、氾濫した後の散歩とかね。これの運転の仕方。する時点ではそれはなくない？うん、それは絶対ない。あなたになんか嬉しそうでなんか平山りしてきたとか言ってきたんでしょう。うん、まあそういうことだよ。超ロングマウスパッド。経験上ああいうの見たこともないしなったこともない。